何か用か。来い、うん、望みにはってきて、そう先に教えておいてやる。私は不死身だ。故にお前ごときは異常な存在がどうあがいたところで結果は決まっている。せいぜい逃げ惑うのだが。少しだが神の気配を感じる。お前何者だ。お前が己の使命を果たすために必要なものがある。それこそが武装上のために必要なる万物を裁く絶対なる力。私のために働くにはもっと力をつけなければ、ね、そうだ。あなた、お前、試しに我の動きを真似てみよう。みんな、神の魔法が好きだろう。そうして、憎くはびこってきたのだからな。本来、人間不正が偉大なる神の真似をするなど決してやってはならないことなが、神は寛大だ。
神への本当の罪があるならば、その罪を許してやってもいい。やはりお前、人間の割にはゾンがマシな動きをする。もっとも、ここに示すのだ。その行動をもって前にもようやく神の使いとしての自覚が出てきたか。首相を呼ぶんだ。行くぞ。少しは様になってきたではないか。そろそろお前も神を名乗ってみないか。神もたまには冗談を言うのだよ。Go!
神のもとにあり、神がいなければ何者も存在しえない。そう、今の人間どもは神である私に生かされているにすぎ、生かす価値がないと我が決めた時、それがお前の、そして人間の最後なのだ。人間よ、しばしの猶予をせいぜい楽しむがいい。なんて野郎だ。最悪。その技を持って、この神の仲間入りだ。神の。我が計画も完璧なものとなんだ。何か不満だ。ごめん。私の力を得ることが目的だったのか。神を戦っただと。許されることではないぞ。神による神のための、そう、この世界こそ神の世界。神が世界を、神がこんなとこ。